うちの干し柿さんが脱皮前のようです。初めてレオパが脱皮前で白くなってるのを見ることができました。伊達巻きはね、未だに一回も見たことがないんですよ。伊達巻きをもうお迎えして半年くらいにはなるんですけど、一回も見たことがなくてちょっと嬉しいです。干し柿ちゃんが脱皮前で、ね、白くなってるので、しっかり湿度高めに保ってあげて、うまいこと脱皮できるようにしてあげたいなと思います。昨日真っ白になってた干し柿さんですが、皮がついてます。ちょっと下手くそなのかもしれません。ちょっと後でちゃんと全部剥けてるか出して確認しようと思います。おはようございます。ちょっと指にこれは右の指に白いのがついてるので切ってあげようかなと思います。これあれか、おー、綺麗な尻尾の殻が残ってました。ちょっとこれは初脱皮柄ということで取っとこうかな。右の指に皮が残ってたんですけれども、ちょっとふやかして綿棒で取ることができました。元気いっぱいなので逃げ回る自分の指を捉えるのが大変だったんですけれども、よいしょ、無事にうちでの初脱皮を終えることができました。綺麗なオレンジに復活しました。